山岸聡志山岸聡志は千葉県千葉市稲毛区出身の元サッカー選手。登録ポジションはミッドフィールダー。東京学館浦安高等学校卒業。元日本代表。左右やサイドバックウィングバックの差を問わずアウトサイドならばどこでもこなせる選手。過去にはセンターフォワードやトップ下も経験している。 運動量が豊富で、オフザボールの動きから、ゴール前に飛び込むプレーが持ち味。ジェフユナイテッド市原ジュニアユース及び、ユース出身。ジュニアユース時代は、センターフォワード、ユース時代は、フォワードのほか、ボランチやウィングなど、複数のポジションを経験した。中学3年時にクラブユース選手権優勝。高校3年時2001年の J ユースカップで、大会得点王に輝く。 2002年、トップチームに昇格。2003年、イビチャオシムによって評価され、同シーズンの開幕戦、対東京ベルディ1969戦で、右ウィングの位置でプロ初先発出場。その後は、坂本進鷹と、右サイドのスタメンを争う存在となった。2005年、左サイドを務めていた、村井真嗣の遺跡に伴い、左サイドとしても、出場機会を増やしていく。 2006年、先発メンバーに定着。リーグ戦は、全試合に出場。自己最多の6得点を挙げ、ナビスコカップにおいても5試合出場で4得点と、ゴールを量産、カップ戦連覇に大きく貢献した。リーグ戦では、イエローカードを1枚ももらわなかったことから、フェアプレー個人賞を受賞した。10月に、日本代表監督に就任したオシムによって、A 代表に、 初めて選出され、2006年10月4日のガーナ戦で代表初出場を飾った。2007年、アジアカップに出場。2007年末、川崎フロンターレからオファーが届き、千葉からは残留要請されるも、千葉フロントに対する不信感から移籍を決意する。移籍金2億5000万円。移籍当初は、サイドバックとして起用されるも機能せず。 リーグ29試合に出場しながらも先発から外れることが増えた。2009年、サイドアタッカーへのコンバートを志願するも、この時すでにサイドのスタメンには、レナチーニョがおり、さらには、ルーキーの上り強兵の台頭もあって、わずか16試合の出場に止まり、無得点に終わった。また、この頃オシムが、日本代表監督を退任し、自身も代表から遠ざかった。 2010年、出場機会を求めてサンフレッチェ広島へ、期限付き移籍。広島では負傷欠場の時期を除いて、レギュラーに定着し、3年ぶりの得点も記録。2011年より完全移籍を果たした。2012年、レギュラーで試合に出ていたものの、5月から体調不良により欠場し、7月に右下肢血流障害と診断され離脱した。以降、 清水公平や僕とオルチン、柏吉文らと左サイドのレギュラーを争いターンオーバーで起用されたものの広島時代晩年は怪我が続き出場機会が激減した2015年には千葉時代から続くリーグ戦でゴールした試合29戦連続負けなしの記録を作っている2015年末に契約満了2012、2013、2015年に J1 リーグ優勝を達成している。2016年、大分トリニータに完全一席。このシーズンから大部監督に就任した、片野坂智弘は、広島コーチ時代に山岸を見ており、その片野坂からのオファーにより大分遺跡を決断した。プロ15年目にして、初めて J1 以外のディビジョンのクラブに所属する、こととなった。同年より2年間、大分のキャプテンを務めた。 山口隆弘や途中加入の山口信次らと左サイドバックのポジションを争いながらもリーグ戦18試合に出場。同年末に開催された J リーグアウォーズにおいてはマイアウォーズの J3 リーグ部門ベストイレブンに選出された。2017年限りで契約満了に伴い大分を退団し、2018年から関東リーグ一部のバンズ市原に移籍した。 2021年1月21日、現役を引退した、その他の公式戦、ありがとうございます。